したね、オンタシ選手がムーンサルトできるはずなんですけれども、終わった後も表情がちょっと暗かったクリスティーナ・ボンタッシュ。 EUN 床の演技はタチアナ・リセンコです。この選手も素晴らしいタンブリングを持っているんですよ。あー踏ん張りました。旧ソビエトの選手はもうタンブリングの質もさることながら、それに、付随してこのダンス的な要素が何とも言えないんですよね。まあ、最近では各国の選手がやはりこのダンス的な要素を非常に重要視しまして、個性豊かないろんな振り付けでリカウンドをするんですけれども、やはりダンスはこの旧ソビエトのクラシックに基づいたこの床がいいですね。タチアナ・リセンコ、今の大きい拍手はリセンコに対する拍手ではありませんで、跳馬のストラック選手に対するものすごい大きな拍手。まあ、ご覧いただけないのは残念ですけれども、ので、まあ、チャンスはあるんですけれども、着地がビタビタ止まっているようですね。はい、ストラッグ選手は 9.950 という得点、これはおそらくルーマニアをかなり激しく追い上げているものと思われます。はい、でも 0.5 の差はちょっと厳しいとは思うんですけれども、はい、